韓国プサン市議会。戦犯企業不買条例を可決、がネットで話題。内容はこちら。韓国プサン市議会が戦犯企業不買条例を可決したようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。韓国南部のプサン市議会は6日、日本の特定企業を戦犯企業と定義し、市などが今後その企業の製品を購入しないよう努力義務を課す条例案を可決した。韓国が今行っていることは、ノーアベではなく、ノージャパンそのものですよね。どういうことでしょうか。では次に、ネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。これが反日なんてないという国ですかい。反日じゃない、反安倍なんだって言ってたのにわらわらわら、敵国認定されてる。WTO 違反です。完全なる反日です。反安倍だって言っていたのに、国を挙げて嘘をつくおつもりですか。次はこちら。日本資本撤退決定。こんな条例が可決されてしまったのですから。日本企業も真剣にこの先のことを考えた方がいいと思います。次はこちら。努力義務って何よ、わら。努力義務わら。知らずに買ってしまい、後から文句言われても大丈夫なように努力義務。努力義務。買わないように努力するってことですかい？中途半端な条例ですね。次はこちら。玄関本レベルじゃないね、わらわらわら。どこぞの日本の大学教授が、韓国には反日本がないと胸を張っておっしゃられていましたが、そんなレベルではありませんよね、この条例。玄関本が可愛く見えます。最後はこちら。こんなの単なるヘイトだろ。一体制定する根拠がどこにあるというのか。これがヘイトじゃなくて、何がヘイトなんだろうな。国を挙げての日本ヘイト。日頃ヘイトと騒いでいる皆さんは、なんでだんまりなのですか。結論。国を挙げての日本ヘイト。反日活動。これを異常と言わずして、何が異常なのでしょうか。こんな条例を可決してしまう韓国は、もはや国とは呼べないのではないのでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。